クイズライバルズ。皆さんこんにちは、 LJL で実況を務めているカツリオンです。30です、今年で。30ですか。はい、結構老けてますね。キャラがいまいちなんで。キャラがいまいち。何かチャンピオンのモノマネやってみませんか。モノマネですか。モノマネですか。っていうクイズライバルズ。問題です。私は何のチャンピオンのモノマネをしているでしょうか。 A ガレン、 B トランドル。さあどっち。今日はですね、アンソルトサフゲーミングのゲーミングハウスに来ております。今日はこちらに伺いまして、中の様子、選手の皆さんの様子、いろいろと伺っていきたいと思いますので、では早速行きましょう。お、誰かいますね。お邪魔しまーす。いらっしゃいませ。あ、ガーリアル選手じゃないですか。 USG の皆さん、なんか個人のお部屋があると。あ、ありますね、一人一人部屋があって。あ、じゃあまず部屋見に行きましょうか。いきなりお邪魔しまーす。さあ、中の様子見ていきましょう。和室なんですね。6畳一間といった感じですかね。そうですね。いや、自然が広がってますね。浜風とか来て気持ちよかったりするんですか。そっか、ここ海が近いんですよね。癒されるな、田舎に戻りたい。はい、レポート忘れないでください。あ、すいません。ちなみになんですが、はい、そちらの中はちょっとそちらのここあれですね、封鎖されてるんですよね。封鎖されてる、はい、本当だ。なんでテープが貼ってあるんですか。どうして。ガリアル選手が結構占いを信じていると、はい、そうなんですか。まあ、結構、まあ、毎日占い見てて、今日も朝チェックしたみたいな感じですね、はい、結構占いって、じゃあ今日はこれがあなたのラッキーアイテムだよみたいなのあるじゃないですか。 LJL の日ってやっぱそういうの気にしたりするんですか。おまじないとかあったらそれやるんですけど、まあ、基本アイテムっていろんなもの出てきてちょっと持っていけない時とかあるんで、うん、まあ代わりに別のものを持っていったりとかしてますね。見せてもらってもいいですか。大丈夫です。見せていただけるそう。じゃあちょっと持ってきてもらってもいいですか。あ、そこから出てくるんですね。ガリアル選手のラッキーアイテム、それは一体何でしょう。です。クイズライバルズ。問題です。ガリアル選手が LJL 会場に持って行っているラッキーアイテムは何でしょう。 A 必勝しゃもじ、 B 必勝だるま。さあどっち。なんか、はい、いい匂いしますね。あ、なんだかそれっぽい方がいらっしゃいますよ。もしかしてあなたは USG のシェフですか。はい、あ、調理担当の人です。はい、ちなみに今日のお昼ご飯は何でしょう。僕、あのカルボナーラを作ってます。カルボナーラ、もうご飯はガリアル選手食べたんですか。食べました。あ、食べました。あ、じゃあ僕がいただきましょうかね。ちょっと待ってください。松尾さん、なんでそんな流れなんですか。え、お腹すいたんですよ。勝井さん、いくつですか。30です。こちらですかね。いい感じに用意していただいたカルボナーラ。いや、うまそうだな。はい、よいしょ。あー、いいですね。そう、実はこの卵といえばですね、 LOL のゲーム内でもこういう風に卵を割るチャンピオンのシーンがあるんですよ。クイズライバルズ。問題です。ゲーム内で実際に卵を割っているのはどちらのチャンピオンでしょう。 A アニディア、 B オーン。さあどっち。いただきたいと思います。うんうんうん、半熟卵はいいね。うん、